令和3年度の観光事業功労者表彰を受賞したシーサイドトラヤ山下恒富社長の表彰式が22日愛南町役場町長室で行われました。観光事業功労者表彰は多年にわたり観光事業に功労のあった方に公益社団法人日本観光振興協会から贈られるものです。表彰状、例年であれば日本観光振興協会四国支部の定期総会席上で表彰が行われますが、コロナ対策のため書面総会に変更となったため町長室での表彰となりました。まあ、本当にこんな立派な賞をもらうなんて思ってなかったので本当に嬉しいです。そうですね、やはり愛南町の観光に今からも力を入れまして、またみんなと連携を組んで愛南町を日本一の観光地にしようかなと思っております。今後も愛南町の観光振興のため山下さんのご活躍をお祈りします。